はずがない、うん、はずがない、そんな、うん、3枠3枠で終わるわけがないじゃないか。4枠になるんだろ。これで終わりだと思ったが、見せてやると究極の力というものを。お願いします。どうなんの、足早いの。いや、もう気持ち悪い、もう気持ち悪い、尻尾が膨れてる。そういうタイプ？なんか違うくないか、それはちょっと、それは違うと思うわ。なんかなんだこいつ、地を裂き海を割り空をも焼き尽くす、これが究極の破壊者、ダグジャグガルマだ。あ、頭が尻尾になったってこと？尻尾が体と本体になって頭が尻尾になったと。このダグジャガルマでいて、貴様をこの世界から消し去ってやる。なんかドラクエってさ、胸のところに顔つけるの好きだよね。わかる？顔が好きだよね、うん、はい、顔オン顔、そして尻尾にまた顔みたいな。まあその何、わからんでもないけどさ、うん、もっとなんかさあるやん。もっとあるやん、うん、新しいさタイプのなんかあるやん、うん、これじゃデスピサロじゃない、デスピサロとかで尻尾になんかそういう竜がついてるやつっていたやん、いっぱい、ウィングタイガーとかさ、そうだし、うん、ねえ、エテだったらもうどんなモンスター考えるかな、どんなモンスター。いやもうけどいっぱいいるもんな、もう出尽くした感はあんのかな、うん、はい、倒しましょう。4枠モンスターですね。さあ、作戦は変わらずだね。命令で、タメトラガンガンやっていこう。効くもんね、普通で。で、あとは攻撃見つつ予測していこう。はい、ロケットスタート、テンションチェンジだが、しかしタメトラで消すと上げる攻撃。あ、お前も使ってくるタイプか。しかし魔法カンター、いてはバカめで、タメトラ跳ね返して逆に取る。あれ、ちょ、さっきより弱くないか、これ。さっきより弱くない？タメトラ、はい。だから、この1ターンでどんだけテンションを上げられるかってのがね、得て、今目指してる。うん。あ、結構ダメージ食らってたな。危なかったな。1ターンでどんだけキラーマジンガのテンションを上げれるか。それでもう最大の瞬間火力をね、出そうと今しています。あ、25まで上がっちゃった。5、雄たけびはまずくないか。だよね、縛られるよね。スクルティオとか使っちゃおう。まあいてはされるだろうけども、プレッシャー、完全にこれメタル対策ちょっと入ってるね、雄たけびあたり。プレッシャーもね、ベン200ぐらい圧縮切り、いては
ちょっと回復薬いないのがちょっと不安だな。なかなか不安ですね。あ、もう気持ち回復していこう。200ロケスター、そうそう、ロケットスタート結構見るんだけど、あんまりよく分かってないんよな。どういう効果なんだ。もうその名の通りかな。なんか開幕先手はそれは行動早いでいいもんな。なんだろう、能力上がってる感じでもなさそうだしな。おたけび、うわー強い。25で99やからね。25で99、これさ、ダメージの限界突破的なやつって今回あんのかな。アンカーは999で止まっちゃうから、それの解放ができればさ、あのそれ以上のダメージ与えられるじゃない。ちょテンション上げ、テンション上げれんな。ライドインパクト打とうと思ったけどダメで、いてはがあるし。いけ、ためとら、100、いけ、いては、消される。ちょっともったいないな、もったいないな。ベタラマーター、効きません。それも大して効きません。アンカー、し、多いね。待てば、その強ボディからの待てばが非常にいいね。もうコンボだわ。じゃあどうしよう。一回だ出すか、回復回すか。ちょっと怖いな、回復薬があれだから、いないから。雨降らしとくか。あ、やばい、死ぬか、耐えれるか。あー、うわ、900、ダメだな。ちょっと下げたらまずいか、これ。ベタなまた、もう死んでる。もう、あ、けど執念があるから雨だけは降らして散ってくれるか。ナイスだ、ナイスだ、よくやってくれた。よし、じゃあ戻そう、戻します。やっぱためとらやっとかんと怖いなこれ。エルフ、闇の波動、その魔法は正直跳ね返すし、マデュラも効かないので問題ないんだけど、物理か、物理系がちょっと怖いね。テンション上がった時の、これは問題ない、全然。逆にダメージ与えるからね。で、イケハ、これも大丈夫。いいね、強ボリ、待てば、いいね、いいね。ためとら25、ためとらで95、あ、強い、強い。いや、キラーメンが強いと、一回行動得て強いと思うんやけどな。
あんたの負けをダークマスター、奪ったスターシードは返してもらうわ。もう一段階来るかこれ。コーンか。これは世界の希望と未来が詰まった種子を恨みつらみのために使うようなものじゃない。そのまま消えてなくなりなさい。この世界にあんたの居場所なんかない。ひどい。おのれおのれ。終わりですかね、これ。終わったわね、エテ。さあ、もう一度、スターシードを。はい。スターシード。無視、無視する。スターシード一回無視する。レナーデー！レナーデ、何してるの？くそ、近づけない。近づけやしねえ。はいはい、すいません。はい、95点。復活したレナーテ、100点だ。実に100点だ。寝ぼけているのは私のことを、あんたが死なないはずがないでしょ。思い出したわ、あなたはルキアの弟子、名前は確かアロマ・ゲブズリン。ゲブズリンって言うな。何急に、急に何。本名を呼ばれるの嫌いなのよ。まあ確かにちょっと変だけどさ、ゲブズリン。ともかく私はいかにもルキア先生の一番弟子だったアロマよ。そしてレジスタンスのリーダーだったルキアの正体でもあるわね、ゲブズリン。ということはつまりルキアもエイリアスだったのね。まあいろいろと事情があってね、先生の姿を借りてたってわけ。さておき、なんとかあんたを助けたけど、どっかおかしいところはない？ダークマスターの件はさすがに予想外でね、影響でも残ってたら大変なんだからさ。大丈夫のようだわ。どこにも異常は見当たらないみたい。ありがとう、エテ、アルマ。ありがとう、エテ、ゲブズリン。まさかマザーを宗教してくれるなんて、これで終わりか。もしかして裏総理完了ですか。長年共に戦い抜いてきた。どうしよう、私は絶対見捨てたりしないわ。やっぱこのオープニングの音楽はやっぱいいね、うん、なんかやったった感が出るね。犠牲あっての勝利なんてごめんよ。私はハッピーエンドが大好きなの。それにマザーをどうにかしないと彼らも解放できなかったしね。うん、誰？誰お前ら。彼らはコールドスリープしたままマザーに取り込まれていた移民たちよ。彼らも随分待たせてしまったわね。でもこれでやっと全てが終わった。さあこれからは忙しくなるわよ。目覚めた人たちの生活を再建するんだから、あんたたちにもたくさん働いてもらうわ。いいわね、エテ、レナーテ。はい。
あれか、センタービルの住人か。ん、トゥトゥトゥルルルルル、はい、えれ、ゲブスリンが私とあなたを呼んでいるわ、話があると言われたの。ゲブスリンはビルの地下1階にいるはずよ、待たせるのも悪いわ、行きましょう。うむ、ちょっと待ってね。ほっ、さあちょっと話聞いて回ろうか。うん、さすがいつであるな、そっちにはいつも驚かされておるである。ところで by the way、 ああ小さなメダルは結局まだ拾ってないですね。ああ50万ある、あれどっかで拾ったか。まあ、今更ちょっとメタルキングもらっても全然嬉しくないんだけど。うん、もうエテキン TV おるし。巨匠のベルト、うん、はい、あ、また集めてきます。地下1階、なんかおる、なんお前誰、お前のちょーらってすっげーのな、あんな見た目なのに頭良くて手先も器用で、よくわかんない難しそうな機械もパパッと直しちゃうんだぜ。科学の力ってすげえ。息子を連れて世界を旅して回ってるんだ。ちょっと探すものがあってね。はあ、行くかじゃん。うん、地下1階、はい。なんかね、地下1階にね、なんかのちょーらんがおったんやけどね、あえて話さなかったんだけど、こいつがずっとおるんや。なんかお前なんやお前。はい、デスクマシンはずっと自由にしていいとキングが言ってたっちょ。帰れ。来るなって、すごく賑やかになったっちょ。まさかセンタービルに戻れるとは夢にも思ってなかったよ。お前の活躍のおかげさ、安静じゃなかった。ベーテ。そうか、一応知り合いなのか。安静そっくりよね。見た目というより雰囲気がさ。お兄さんの名前に負けない立派なモンスターマスターになってね。ちょっと。ああ、もう透明になる。くっそー、くっそー、透明になる。あの夫と息子を見かけませんでした。知らん。来てくれたのね。でもここで話しづらいか。よし、屋上まで来てくれない？詳しいことはそこで話すわ。はい、わかりました。うん、屋上。なんだよ、こんなとこに呼び出して。俺を取り合うのはちょっとやめてくれよ。やってきたがね、二人とも悪いわね、わざわざ呼び出したりして。ゲブズリン、何かあったの？移民もだいぶ落ち着いて暇になったらちょっとやりたいことができたのよ。うん、かつて私たちは故郷の星を捨てた。仕方なかったとはいえ、ひどく無責任よね。うん、故郷の星は汚染が広がっていたのでしょ。人間たちが逃げたのは間違っていない。そうかもしれない。でも見つけたのよ、故郷を救うための希望の灯火を。コールドスリープから目覚めた学者たちとここしばらく、研究してたんだけどね。エテの戦闘データのおかげで人工的にスターピースを合成できるそうなの。新しいスターシードさえ完成できれば故郷の星もきっと救えるはず。うん、
そのためには当然ブレイクワールドとさよならしないといけないけどね。ポイントゼロに緊急脱出用のポットがまだ残っているから、それを使うつもり。どっか行っちゃうのかお前。それで旅立つ前にお願いがあるの。私とリアクターを交換してくれない？何その、なんかサッカーのユニフォーム交換的なやつ。センチメンタリズムというか、そのブレイクワールドの思い出が欲しいのよ。だからね、リアクターを交換してくれる？いいよ、うん、いいよ。中のデータとか後で困らないようにコピーするわね。リアクター交換、トレード。これ大事にするからさ、私のリアクターも大事にしてよね。よろしい、それじゃあ行くわね。今までいろいろありがとう、元気でね。いいね、よろしいとかいいね。うん、なんだよ、ちょ、お別れのやつかと思ったじゃないかよ、ちょっと今の。故郷の星が復活したらあんたのことを語り継ごうと思うの。宇宙の果てにある壊れた世界を救った伝説のモンスターマスターがいるってね。トゥーンテーン、トゥ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 じゃないのね。うん、お別れですね。アロマいなくなっちゃうのか。3つ。ああ、なんか今最後映ってた2人も一緒に行くのか。行っちゃったね。ザ・エンド。シナリオ完全クリア、おめでとうございます。これよりオート戦闘を使うことができるようになります。戦闘中のコマンド入力の時に R ボタンを押すとオート戦闘に切り替えることができます。またディスクマシーンのエネルギーの最大値が2万になりました。これで最大値の上昇は終わりです。引き続きマップなディスクをお楽しみください。終わったー。いやー、終わっちゃったー。ストーリー終わっちゃったなー。なんか終わっちゃったなー。楽しかった。いやけどこれからなんだよね結局。うん、まあ今結果として今4月の17日に、完全クリアと、うん、まあ結構早い方なんじゃないかな、うん、まあ遅いか。もうね、なんやかんやもうクリアする人はもう3日とかでねパパッとクリアしてね、もう対戦やっちゃってるからね、グランプリとか。まあそう考えるとね、遅いのかもしれないけれども、やはりねこういうその急ぎ足でゲームするっていうのも、まあまあ人それぞれだからね。それが性に合うっていう人もいればね、うん、やっぱストーリーをちゃんと一つ一つ理解して
進めていくっていうのもまた一つゲームなのじゃないかなとえては思います。はい、とか言うてみたりしてね。よし、じゃあね、今後はね、とりあえず一回更新は、ストーリー系の更新はまあもう終わりなので、対戦系とか、うん、育てるとか、なんかいいさ、コンボとか見つかったりとか、なんか紹介できるようなねことがあれば動画撮っていこうかなって思います。はい、あとはね、コミュニティ戦でちょっと戦おうと思います。やっとね、うん、お待たせしました。ん、今もう500人ぐらいかな、今コミュニティ参加していただいてるのが、ありがとうございます。はい、なので土日とかに一回一日潜ろうかなって思います。はい、あのツイッターでね、あのつぶやくんで、あのぜひともね、ツイッターの方見て、あのフォローしとってもらえればありがたいかな。うん、ツイッターでつぶやいてから、あのちょっと潜るので、うん、生放送での対戦はまだちょっと考えてないので、うん、ちょっと動画にねやっぱ残したいんでね。はい、そんな感じですね。うん、でこの前ちょっと余談なんだけど、余談ね、グランプリの第2回か3回のなんか結果発表みたいなのあって、8位にね、水月って思って、8位に水月って思って、ちょっと笑ったわ。おい、水月。ちょっとね、水月さんにもね、今度、ちょっとスカイプかけてみようかな。うん。ちょっと強いモンスターを、ちょっと、くれよ。水月さん怖いかな、うん、水月さん結構怖い、エテの中でちょ怖い人っていうイメージがある。ちょあれちょほんと写真撮っとけばよかったな、8位水月。ちょ面白かった、うん、水月見てる、見てないな。はい、ということでね、とりあえず、あ、そうだな、グランプリ系はちょっと一回本気出すとき、マジでパーティーしやがったと、もうこれもう抜け目ない、もう 100% 勝てるっていう整ったとき、バシッと取ってランキング10位以内目指すみたいな、やってみようかな。まあとにかくね、ドラゴンクエストモンスターズジョーカース3、ストーリー、裏表、結局パート数で言ったら40、50、全部でまあ60ぐらいかな、うん、まあ長いこと、ご視聴いただきありがとうございました。はい、また次は対戦動画ね、お会いしましょう。そろそろ締めます。はい。こうやってね、無駄話をね、こうグダグダしてるとね、やっぱ生放送やりたいなって思っていっちゃうよね、やっぱ、うん、生放送したい。最近のアイドルマスター事情についてとか、そういう話がしたいっては、うん、高槻弥生についてみんなで話し合いたい。あと、ね、下田ってあれけど、声優さんの名前なのかな、下田って。なんか問題児っていうコメントが流れてて、まあ、そういうことについても非常に話し合いたい今日このオーロでございます。もう喋らなくていい、もうぐだぐだ喋らなくていい、もういい、もういらない、もういい、もう動画撮っただけでっていう感じ、もう喋らなくていい、もう喋らなくていい、もういい、もういい、もうどっとど撮っととモンスター作って対戦動画早くしろっていう感じ、もう話さなくていい、もうこれ以上話さなくていい？もういい？もういい？もう話さなくていい？え？はい。では、ありがとうございました。